して、まあまるっと1ヶ月出張に出ることになります。うん、実はですね、先日11日間出張に行きまして、ベックマンフラットボックスをですね、まあ連日履いたんですけれども、まあですね、不具合が出まして、まあこれはこれで別の動画にする予定なので、まあそれはまたそっちを見てもらいたいんですけれども、まあね、そんなこんなでね、まあ革靴って毎日履いちゃいけないんだなっていうことをですね、改めて感じた次第ですね。うん、2週間ぶりの動画となりました。うん、4日で帰れるはずの出張がまるっと1週間延びまして、11日連続出張、まあ本業ではかなり忙しくさせていただいておりまして、まあコロナ禍でも求められることは本当にありがたいなと思っております。うん、ただね、忙しくて体の疲れが抜けないのは、まあオーバーフォーティーのせいなのか睡眠が足りないのか、まあ体のケアが追いついていないのもあるんですけれども、まあとにかく、まあ食事がダメで、緊急事態宣言マンボウっていうのもあって、20時には、まあ、お店が閉まってしまうので、出張の楽しみの一つでもある、まあ、外食の温かいご飯もですね、こうままならず、毎日コンビニのお弁当を食べてますよね。仕方ない。まあその中でもセブンイレブンがですね、まあ優秀なんですけど、まあ1ヶ月以上ほぼコンビニなので、まあ唐揚げを食べても、焼肉弁当を食べても、ミートソースパスタを食べても、ラーメンを食べても、まあどれを食べてももうセブンイレブンの味がするんですよね。うん、香辛料セブンイレブン的なね、感じですよ。なんかね、まあ良くない。本当に良くない。まあまあ文句言っても仕方ないんですけれども、まあ11日連続出張すると、まあ体のケアだけじゃなくてですね、靴のケアも滞りまして、まあついに革靴から症状が出ました。まあそれがですね、カビです。はい。まあ、なんでしょう、アッパーの表面というよりは内側の底面ですね、まあ、内側の底面なんですけど、気になったので昨晩処置しておきました。うん、まあ、この処置の方法をですね、紹介したいと思います。さまざまな形容品もありますので、そこは個人の好みで選んでいただければと思うんですけれども、結論から言うと、内側のカビには濃度の高いアルコールを使うことが最適解だと思います。まあことカビについてはですね、細菌検査を、若い時に仕事にしていた臨床検査技師である、まあうなはですね、大きく間違っていないという保証はします。はい。まずカビについてお話しましょうね。カビはですね、菌糸と胞子でできています。まあ、菌糸はこう、絵でいう、この横に伸びていくやつですね。胞子っていうのは、その、菌糸から上に伸びたところから、こう、ポワッと出てるような部分ですね。が、胞子と言います。まあ、詳しく話すと、これだけで1時間ぐらいになってしまうので、簡単に説明すると、まあ、菌糸が実体で、胞子は卵ってことですね。うん。なので、タンポポで例えると、綿毛が胞子で、それ以外の部分は茎から根っこの部分は菌糸ってことになりますね。うん、まあそういう意味でご理解いただくと分かりよいかなと思います。革靴の場合、菌糸は革に根付いて、どん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 革の中を横に横に伸びていきます。革の中を張っていく感じですね。で、胞子はその菌糸から縦にですね、ニョキッと伸びたところに
できる感じですね。I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. ここで厄介なのが、カビの実態はですね、菌糸なんですよ。でも僕らに見えている部分って胞子なんですよね。だからなんとなく水で拭くと取れた気がするんですけど、うん、実は卵を拭き取っただけで、まあ、拭き取っただけに見えて実は卵を塗り広げている、塗り散らかしているだけなんですね、これね。うん、まあ、肝心の、禁止にアクセスできていないというか、もう本当にそれは感染を広げただけっていう、まあ非常に困ったもんなんですよ。うん、まあじゃあどうするのが正解かというと、最低限表面を拭き取ってアルコール綿花でパックをしてしっかりと乾燥させるっていう手順が僕の中では一番のおすすめかなと思ってます。それで解決です。はい。まあね、こう視聴者さんの中にはいろんなねケアグッズを持たれていて、アルコールでいいのかよって思われる方もいらっしゃると思いますが、アルコールでいいんですよ。いや、アルコールがいいんですよ。高濃度のアルコールね、まあ、高濃度のアルコールって言ってもマックス無水エタノールっていう 99% エタノールもあるんですけど、あれは消毒効果がないので、消毒用の、 あの水が含まれた消毒エタノールにしましょうね。はい、無水エタノールにはそういう効果はありません。気をつけてください。それで、まあ、少し説明するとですね、アルコールはカビや、細菌の細胞膜を破壊変性させる力があるんですよ。うん、でそれに加えて細胞膜を透過してですね、細胞内の器官を変質させてしまうことでトータル的に殺菌するんですね。膜も壊すし中も変質させるっていうね。うん、まあ要は単細胞生物をってことですよね。はい。ピーって入れた方がいいのかな。まあだから高濃度のアルコールを含ませたアルコール綿花をパックして一晩置くだけでほとんどの事例が解決されます。そうなんですよ。さてデメリットはないかというとですね、あります。はい、まあ、高濃度のアルコールなので、うん、あるんですね。まあ、それは脱色です。アルコールには脱色作用がありますので、物によっては脱色するかもしれません。だからこのやり方は内側限定ということでご理解してくださいね。それも底面の処方ということでお願いしますね。内側のそのアッパー側、内側のこのアッパー側に、アルコールをねこう付着させておくと、何でしょう、シミになる可能性もありますし、上のねアッパー側の色が抜けてしまう可能性もあるので、まあ、それはしない方がいいかなと思いますね。パックは拭き取るぐらいだったらいいと思うんですけどね。ただこのアッパーの表面までカビが侵食しているような場合に関しては、もう修理屋さんで丸洗いなどをお願いしましょうね。うん、その方がいいです。まあ、いつも言いますけど、餅は餅屋ですからね。はい、うん、そこに素人が労力や時間をいやお金をかけたところでうまくいかない可能性もあります。特に、薄い色の茶色の革靴はもう個人でやることはやらないようにしましょう。難しいです。はい、ということでカビてしまったフラットボックスをしっかりケアしてあげました。うん、アッパーもですね、今回は、クレム1925で拭き取ってあげたりしましたね、汚れをですね。油性クリームには汚れを拭き取る効果もありますので、たまにはこういうもので拭き取ってあげるのもいいかなと思いますけれども、いやまあまあまあツヤツヤになりましたよね。ということで今回は革靴の内側のカビのケアについてお話しました。うん、まあ、せっかくなら自分で試しながらやりたいのであれば、このアルコールのパックはぜひおすすめしたいですね。うん、はい、ぜひチャレンジしてみてください。以上になります。まあね、とにかく、長期出張はね
さん、革靴の替えは必須ですね。はい、長期出張で革靴のケアや持参ソックスなど、まあいろいろとこの動画にコメントいただくとありがたいです。はい、皆さんでした。チャンネル登録、高評価お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。ちょっとここまで動画を見ていただいた皆さんにご報告なんですけれども、これ何か分かりますか？黒の靴墨を塗ったとか、黒の靴墨を塗っている靴を、まあ、クリーナーで拭き上げたような跡に見えますよね。実はこのサフィールノワールでこの9060を拭き取ったらこんなに黒い色が出てきました。黒ロンダイクのケアについてどっかでお話ししようかなと思います。では次の動画でさよなら。